マツダのね、ツーシーターオープンカー、ロードスターです。で、この春にね、久しぶりにモデルチェンジされまして、なかなかね、根強いファンが多い、車なので、非常に喜ばれた方も多いんじゃないかなと思うんですけども、マツダのね、有名なツーシーターのね、オープンカーなんですけども、マツダらしいね、最近のデザイン、このね、フロントフェイスになってます。で、走りをね、当然追求された、車なので、そのあたりがどのように変わってるのかなと。いうとこですけど、こちらがね、グレードなんですけども、まあ、スポーツカーらしくね、トランスミッションの方も、6速ミッションとオートマ、2種類ずつ、2種類ね、用意されてます。本格的にね、走りを楽しみたい人っていうのは、この6速ミッションの方、マニュアルですね、こちらを選ぶんじゃないかなと思うんですけど、で、こちらがね、燃費、ハイオクなんですね、ガソリンは。はい。で、リッター18.8キロということなんですけど、まあ、エコカー減税の対象ではないということですね。で、排気量はね、1.5リッターですね。一瞬で心がときめく圧倒的な開放感と走行性能ということで、まあ、オープンカーですからね、天気のいい日に上を開けてね、走りを楽しむことができるということみたいです。で、ラゲッジスペースもまあありますよということですね。はい。で、当然、マツダのスカイアクティブを搭載してます。こちら、インテリア、インパネ周りですね。はい。スポーツカーらしいね、シンプルなインパネ周りになっております。まあね、待ち望んでた、フルモデルチェンジをね、待ち望んでた方っていうのも多いと思いますんで、どれぐらい売れるのか非常に楽しみです。